はい、どうもこんにちは。コスメティック高津です。今回なんですけれども、今回僕がね行ってきた、お店はですね、この名古屋駅の新幹線側にある名古屋うまいもん通りっていうところにあるんだけど、この名古屋うまいもん通りってね、僕よく名古屋のクリニックで会議とかがあって、その途中でね休憩時間とかにね抜けての昼ご飯とか食べに行くんですけれど、まあ、いろんなお店があるんですよ、まあ、ひつまぶしのお店とか、あとあんかけパスタのお店とか、まあ、いろんな店があって、で今回僕が行ってきたのはね、僕の大好きなお店なんですけれど、もう名古屋のねご当地、料理といえばね、ここですよ。台湾料理味仙です。はい、で台湾料理味仙ってね、本店がね今池っていうところにあるんですね、名古屋ので。今池本店を含めた3店舗が直営で、あと7店の系列店があるんですけど、まあ、メニューはねこの通りでね、ここのね名古屋駅店はちょっとねメニューがねちょっと少ないんですけれど、でも一通りね美味しいメニューはもう網羅されてるんで、ここで僕十分だと思いますね。でマニアックなメニューってなると、まあ、他のね本店とか矢場町とか矢後町の方に行けばあるわけなんですけれど、でまずね注文してねすぐ出てくるのはこれなんですよ。この手羽先の辛煮、うん、これね人気メニューなんで、もうたくさんあらかじめ煮てあって山積みにされてるんで、注文するとねすぐ出てきますね。でもねこれあったかくてねめちゃくちゃ美味しいんで、お腹空いててねすぐ何か食べたい時はねこれがおすすめでございます。で今回ね僕が注文したのはこの手羽先の辛煮と、あとはねあれ青菜炒めと、あと唐揚げと、あとは今回のね目玉の台湾ラーメンですね。はい、台湾ラーメンっていうとこれ名古屋のねご当地ラーメンなんですよ。台湾ラーメンなんだけど名古屋飯なんですよね。でこれなんで台湾ラーメンがね名古屋飯かっていうと、これ一応台湾人が作ったラーメンってことで台湾ラーメンなんですね。でまあもともとはね味仙でできたラーメンなんですけど、そもそもね味仙ってその創業者の角さんっていう人がですね、昭和32年にもともとあった中華料理屋をリニューアルして味仙っていうのができたわけなんですけど、まあ、そこでね台湾ラーメンっていうのができたんですよ。で台湾ラーメンの原型となったラーメンは炭通麺っていうラーメンなんですけれど、これ台湾のラーメンね。でこの炭通麺っていうのは辛くなかったんだけど、この創業者の角さんは辛いものが好きだったの で新たに炭通麺を原型にして作ったのがその台湾ラーメン、まあ、辛いラーメンなんですよね。ということで台湾ラーメンっていうのがその名古屋飯になったんですけど、これも歴史がありまして、昭和60年代に激辛ブームってあったじゃないですか。でその時にもうこの台湾ラーメンがめちゃくちゃフューチャーされて人気爆発になって、で味仙の看板メニューになったんですよね。そうするともう台湾ラーメンがもう大人気になったんで、今これね青菜炒めね、青菜炒めねめちゃくちゃ美味しいですよ。これニンニクが入っててね、山盛りなんですけど、一人で食べるのちょっと量が多いんだけど、僕はね結構ガッツリ食べる派なんで、で話戻るんですけれど、で台湾ラーメンが味仙で大人気になって、そうしたら名古屋の近隣の中華料理屋も、そっちの方にも波及して、台湾ラーメンを提供するようになったんですよ。それでもう台湾ラーメンというもの自体が名古屋のご当地ラーメンとして定着したっていう歴史なんですね。でもね、その味仙の人はこの近隣の、ね、中華料理屋で台湾ラーメンが出されてるっていうことに対してね、肯定的だったんですよね。なので味仙が台湾ラーメンを商標登録取るつもりはもうないっていうことで、っていうのもあってどんどん台湾ラーメンがね名古屋の中華料理屋で提供されるようになって、もう定番化したっていうことでございます。で今、ね、これ食べてるのが台湾ラーメンなんだけど、これミンチとかニラとか入ってて、
まあ、栄養も満点だし、で唐辛子がねいっぱい入ってるんでね、まあ、結構辛いです。だから辛いのが得意な人はね、ぜひあの台湾ラーメンね食べてみていただければいいと思います、ということなんですけれど、でね、で味仙のね矢場頂点っていうところに行くと、あの辛さがですね何段階かにね分けられていて、それでメニューが違うメニューがあるんですよね。でまず台湾ラーメンって辛いんで、辛いのが苦手な人のためには台湾ラーメンアメリカンっていうのがあるんですよ。これはねあんまり辛くない台湾ラーメンなんですね。なのでこれもおすすめで、あとは台湾ラーメン辛いんだけどもっと辛いのが食べたい人は台湾ラーメンイタリアンっていうのを頼むと、もっと辛い台湾ラーメンが食べれるんですよ。でイタリアンでも物足りない人は台湾ラーメンメキシカンって頼むと、もっと辛いラーメンが食べれるんですよ。でもそれでも物足りない人は台湾ラーメンアフリカンって頼むと、もっと辛いラーメンが出てくるんですよね。でそれでも物足りない人は台湾ラーメンエイリアンって頼むと、もうめちゃくちゃ辛いのが出てくるらしいんですよ。っていう感じでね、アメリカン、普通の台湾ラーメン、イタリアン、メキシカン、アフリカン、エイリアンって、これ何段階も辛さが、ね、選べるんですよね。この矢場頂点っていうところに行くと、まあ、今回行ったところはこれ名古屋駅店なんですけれどね、はい、ということなんですけど、で、まあ、今回ね結構注文しすぎちゃったんで、せっかく動画撮ってるからね、いろいろご披露したかったんですけど、で、まあ、今回頼んだメニュー以外ではよく頼むのはまずね小袋ですね。小袋ねコリコリしててめちゃくちゃ美味しくて人気メニューで、あとはねニンニクチャーハンですね。あ、もうニンニクチャーハンめちゃくちゃうまいですよ。これマジでね、もうプチバブルですよ、マジで。で普段はね僕あの台湾ラーメンよりもニンニクチャーハンを頼む派なんですよ。今回ね動画撮るんで名古屋飯ってことで台湾ラーメン食べたんだけど、あとはね餃子も美味しいし、ニラレバ炒めとか、あとエビマヨ、アサリ炒め、あとね酢豚、これもね美味しいですね。普通の酢豚じゃないんですよ。あの頼んでみてくださいぜひ。あとはピータンとか、ニンニクの茎炒めとかね、あとはまあ今回の唐揚げもねこれすごいボリュームあって美味しいし、あとはねデザートとしては、まあ、ごま団子、うん、ごま団子美味しいですね。まあ、今回もねごま団子ね食べようと思ったんだけど、もう注文しすぎてお腹いっぱいになってね、ごま団子食べる余力がねなかったですね。あとはね杏仁豆腐も美味しいですね。はい、まあそんな感じでね、本当はねこれ以外にもね美味しいメニューいっぱいあるんで、あのぜひねあの店ね行ってみてください。あのめちゃくちゃおすすめでございます。ということでね、今回はめちゃくちゃたくさん注文したんでお腹いっぱいになってしまいましたんで、はい、ということで、ではまた。